庭にテラスがある家、仕事が自宅でできる家、風が優しく抜ける家、建築家さんと一緒に作れる家、意外と手が届くかもな家。3人の新しい生き方が始まる家。家づくりとは今次の生き方を考えること。あなたらしく生きよう。建築家と建てる家を身近に手軽に R プラスハウス。 R プラスハウス建築家住宅を体験見学編。見てすごい天井高い。本当だ。しかもおしゃれだね。ねえ、天井のこと。うわすごい。いいね。綺麗だね。あ、見て最高なんだけど。あ、本当だ。実は R プラスハウスを建てる方の9割以上がニューノーマルの今ワークスペースを作っているんですよ。え、いいじゃん。え、すごい。ライト置いてあって、僕とまいちゃんはこう YouTube もやってるじゃん、うん、だからこういうとこでできるじゃん。できるわけでしょ。で、今ね、多分ジョイさん感じられてると思うんですけど、照明あるんですけど、はい、それよりも自然光の方が、自然光の入り方すごくない？ちょっといや、このライトすごいなと思ってたそしたら違った、自然光だ。でめっちゃ入ってくる。空しか見えないんですよね。実際はプライバシーちゃんと守られていて、外全く見えない。そうですよね、うん、だからこうカーテンもないわけですね。何もないです。いらないんです。普通カーテンないとね、うん、そう不安になる。でもここならだって全く見られないわ。見られない。外から向こうの壁まではお家みたいなね。ここまでじゃなくて、はい、その先っていうのがちゃんと認識できるんですよ。あ、だから広く感じる、うん、っていう使い方をこのカウンターでしてください。失礼します。うわねえ、ジョイ君背大きいのに足はみ出ないじゃん。190センチの俺が寝ても十分いいし、あとね、ここ僕の視界からこの広がる舞ちゃんちょっとずれて、またね、空が見えるのよ、向こうにパーンと。本当だ。これ見ていただくと分かるんですけど、はい、外から逆に見られないんですよ。ってことですよね。ここもロールスクリーンとかカーテンとかいらない。全部いい。良すぎて、もう逆にダメなとこ教えてほしい本当にないんだろうね、うん、でもこの寝室、はい、まあ、続きがあるんでちょっと移動してもらいたいんですけど、はい、この奥に、まあ、扉というかスペースありますので、はい、ここちょっと入っていただけますか。え、ここからウォークインクローゼットになってます。あれ、ね、どうしよう、ね、今もうクローゼットにウォークインしたわけですもんね、うん、インします。これがウォークインクローゼットか。え、繋がってるんだ。でインしてるんですけど、またアウトできるんですよね。こっからアウトできるんだ。本当だ、インアンドアウトだ。で、これのメリットってやっぱり寝室からこうやってすぐ入っていけるっていうこともあるし、はい、2人だったら例えば撮影で時間ずれてたりとか、うん、夜中にここだけ明かりつけててもそんなにこっち気にならずにっていうこともある、はい、そういう配慮の仕方なんですね。で、しかもこう回遊動線っていってくるくる回れる動線、はい、これになってることによって使い勝手もものすごくさらに上がるので。ね、これ同じドアでね、うん、入って出てじゃないんですもんね、うん、回遊動線っていうんですか。そうです、こういうふうにくるくる回る。へえ、ここまでは思いつかないもんね、絶対私たちじゃ。そうだね、いいね。で、また俺床がここだけカーペットすごいっす。わかる。寝室とすごいいいですね。フローリングじゃないね、うん、温かみ少しさらに増しますから。もういい。でもここに住めるもん。そのぐらいの広さあるよね。ジョイさん寝れる寝れる。ね、喧嘩したらジョイ君はここで寝ることになるんだよ。うん。こう座っていただいた時にやっぱ太陽光当たって。いや、これこの窓めちゃくちゃいいっすわ。きちんと、まあ、照明だけじゃなくて。はい。やっぱ自然光でね、メイクできるのってすごい仕上がり違うんだよ。本当に普段もう。暗い部屋でメイクしてるんですよじゃあ明るいところで。これは嬉しい。そっか、ここに窓があればこういうのも実現できるってことですもんね。この部屋は何かっていうと、ちょっと今ここ置いてはいないんですけど、はい、ここに洗濯機が置きます。そうですね、スペースありますね、うん、なんで、まあ、名前で言うと、まあ、ランドリールームとかなんかそんな名前が、ランドリールーム、うん、へえ。洗濯があって、まあ洗濯します、はい、ジョイさんはそのまま脱いでタコ風呂入っちゃいます、はい、そうですね。で、マイさんの方でちょっと洗濯機回してで、できたものをここで干して、うん、乾かした後
ここで少し畳んで、はい、でアイロンかけるっていうようなスペース。ここでアイロンまで。こんなスペースね。全部完結できるじゃないですか、ここで。家事動線で少し短くなってたりとか、はい、効率的になってるとやっぱり楽なんですよ、ね。いや絶対そう、毎日やることですもんね。お子さんできてもすごく。お風呂も気になる。お風呂にこう行けますから。お洋服脱いでそのままドポン。うわー。せっかくなんで入ってみてください。いいんですか？こういう貼ってありますよ。貼ってあるの？じゃダメですよ。なんで俺着衣で入んなきゃいけないんですか？貼ってないんですよ。貼ってあるのをイメージして、うん、こう入ってあげて。うわ、これもまた広いの、ね、すごい広くない？レイさんの身長でもね、足伸ばせる。いや僕ね結構ほんとね狭いんですよ、どこ行ってもお風呂が。でもお風呂のさ壁とかこう天井が木になってるとお風呂での疲れの取れ方も変わる気がしない？いや違うと思う、絶対安らぐ感じがもうすでに違うもん、ここ入った段階で。そうだよね、うん、いいね。モンタキッチンですよね。やっくーん、まいちゃん、どこ？あ、そこ？何してんのそこで何のスペースあれ？いいとこから出てきました。子供部屋があるよあれ子供部屋？キッズスペースがあったよ。そんなスペースまで作ってんだ。あ、この向こうそうなってんのね。そう、こうやって、はい、ご要望でそういう場所があれば、はい、そうやってキッチンで何か料理しながらでも子供の顔を見れたりとか、そういうような空間を作ったりとか、はい、ここもこういうふうにカウンターでみんなが食事できるような、そういうものをオーダーで作ることができます。気が利いてる。ねえ、お母さんだったら安心だよね。安心。料理しながら子供どうしてるかなと思う。そこね、スペース空いてるから見えるわけだもんね、うん、準備しなさいとかご飯できるよとかもすぐ声かけれる。ここが指令をね出していくわけね。相談編に続く。庭にテラスがある家、仕事が自宅でできる家、風が優しく抜ける家、建築家さんと一緒に作れる家、意外と手が届くかもな家、3人の新しい生き方が始まる家。家づくりとは今次の生き方を考えること。あなたらしく生きよう。建築家と建てる家を身近に手軽に R プラスハウス。 R プラスハウス建築家住宅を体験相談編。ざっとこう見ていただきますけれども、うん、まあ、第一印象というか感想いかがですか？いやもうとにかく最高、すごかったね。そうだった。いいですね、建築家住宅っていうのは。うん、素晴らしいですね、うん、びっくりしました。すごいイメージも膨らんだし伝わったんで、やりたいこともいっぱい。そう、いやそうなんです、ね、はい、さんもう素晴らしい振りをありがとうございます。実はですね書いてきてるんですよ我々の方も、はい、書いてきてるんですよ。書きました。自分たちでフリップ作って持ち込んでるんですよ、うん、いいですか見せて。どうぞ。まずじゃあ僕の希望からいきますね。無茶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 は打てないです。はい、はい、無茶は打てないです。こちらです、いきますよ、はい、ドドン、シアタールームです。はい、映画とか好き。あの僕と舞ちゃんはもう映画が共通の趣味で、うん、毎日一本見てるんですよ。そうなんです。なので、うんうん、まあ、テレビで見るのもいいんですけど、やっぱシアタールーム、うん、大きいスクリーンでこういいソファーみたいなのも置いて、うん、いい音でミニ映画館みたいなのを家の中に作りたいんですよ、うん、いいですね。叶えましょう。あ、叶うんですか？行きましょう。行きましょう、行けちゃう。これもできるんだ。できるんだ。やっぱり要望はきちんと汲み取って設計できるのが我々建築家の、はい、まあ、一番のこう力の出しどころなので、ご要望があれば、はい、全部が全部できるわけじゃないですよ、はい、でもきちんと、お話をしながらこの理想の家を目指してシアタールームであればそれを作る。私はですね、じゃあある猫を飼ってるのでキャットウォーク。キャットウォークね、かわいい。壁一面のキャットウォーク。あ、壁一面一面どの部屋も全部全部ウォークできちゃうやつ。はい、どうなんですか？いいです、作りましょう。できますか？できますか？これはもう2つ編集しましょう
ぜひぜひ、だってこんな可愛い絵描かれたら作らないわけにはいかない愛が伝わりますよ。愛が伝わります。そうなんですよ。描いたんだもんね。でもキャットウォークだけの使い方じゃなくて、他の用途にも使えるとか、うん、まあ、なんかちょっとこういろいろ発想も転換しながら、はい、こうキャットウォークを作るっていうのもありかな。ああ、ぼんやり思い浮かぶこともあるんで。あ、本当ですか。そうやって言っていけば、うん、考えてくれるわけですね。そうだね。じゃあちょっと無理かなと思って言わないというよりかは、もう何でもこういうのも作りたいですって言ってみてもいいってことですね。です。言うのはただです。そうですよね。多分まあ皆さん言うと思うんですよね。うん、僕らもね、これ以外にも希望あるからバンバンこうぶつけていくと思うんですけど、うん、まあただね、それ全部やってたら散らかっちゃうじゃないですか。多分家が、うんうんうん、あれもこれもだと。だからこう話し合いながら、じゃあこうしましょう。これはちょっとやめましょうとか、そういう話ができるわけですもんね。はい、それをやっていけばきちんと理想の家ができる。へえ。気になることもあるんじゃないですか。いや、それはもうそこが一番大事。結局あれでしょ、マネ問題でしょマネ問題だとみんなが気になるのってこういうのは、うん、ただじゃないじゃないですか、うん、お金かかってきますよね。でこれだけ立派な家見ちゃうと住みたいけど、いや、そ相当高いんだろうなって、うん、そこにこう要望も組み込んでもらうわけだもんね、うん、だいぶ高くなりそうだもんね。怖いですよ、値段聞くのは。私たち今お話聞いてて、建築家って全部全部できるわけじゃないんです、はい、お使いでもない。やっぱり予算ってものが決まっていて、はい、きちんとその中に抑えるということもこう能力の一つで、はい、きちんとやってもらえるわけなんですよね。だいたいこれぐらいになるよっていうのをしたので、はい、ちらっと見ていただくと、あ、ここ？これですか？ここです。金額？え？こんなもんなんですか？これが R プラスハウスさんの建築家住宅の平均的なお値段と。そうです、これです。いけますか？いけます！半分早い。いけました。でも、あの、もっと俺いけない金額なのかなって思ったんですよ。いや、私もやっぱお願いを聞いてもらってってなると、きちんと建築家に任せていただいて、はい、きちんとその、要望を叶える。だから、はい、何でもかんでも入れるわけではなくて、はい、こう抑えていくってことを、はい、システムの中でルールの中できちんとやっていけば、うん、叶うんだ。そうですよね。多分こう材質とかもいろいろなパターンがあるわけですもんね。高いものから安いものまでね。だからそこを変えたら金額落とせたりとか、でもこっちはお金かけるかとか、いろいろできるから、そこでバランスを取ってくれるんだね。ちょっとこれいいじゃないですか。ちょっと現実的になってくるよね、この額見るとね。見えてきました、はい、未来がね。うん、明るい未来になってきそうだね。もう一刻も早く建てたいですわ。行きましょうよ。ぜひ、はい、こんなことしてる場合じゃないですよ、はい、すぐに行きたいね。すぐに行きましょう、うん、家づくりとは今、次の生き方を考えること。あなたらしく生きよう。建築家住宅新築供給数3年連続全国ナンバーワン。建築家と建てる家を身近に手軽に R プラスハウス。庭にテラスがある家、仕事が自宅でできる家、風が優しく抜ける家、建築家さんと一緒に作れる家、意外と手が届くかもな家。3人の新しい生き方が始まる家。家づくりとは今、次の生き方を考えること。あなたらしく生きよう。建築家と建てる家を身近に手軽に R プラスハウス。